見えないし、ね、乗ってるんじゃないですかね。乗ってると思います。はい、すごい高く上がりますね、やっぱアイアンも。そうなんですよ、あのロフトは結構立ってるんですけども、うん、重心が下がってるんで、うん、結構ボール上がりやすいと思います。そうですね、力抜けた感じで飛んでくって感じです。すごいあの打ちやすい、すごく。ナイスオンでした。ありがとうございます。ちょっと飛びましたね、だいぶ。飛びしましたグリーンにおらんから。確かにね、うん、音めっちゃ良かったですよね、うん、多分落ちた跡もないんで、ああポーンっていった、ポーンっていった。多分20ヤードぐらい思ったより飛びました。160以上飛んじゃったってことですね。いや飛んでます、飛んでます、うん、はい、転がって170ぐらい飛んでます。7番で165いっちゃうとちょっとね、すごいですね。でもアイアン飛んでくれるとなんかいいですよね。楽ですよね。おいけって感じです。またちょっと和田さんに今度アイアンの分解像を見せていただいてちょっと説明してもらえればなと思います。はい、JJR のアイアン、次、はい、エッチング3というものが一つ出るんですけども、エッチング3早いですね。そうです、 HF3 というモデルが1モデル出るんですけども、はい、まあ、このアイアン中身すごい機能が詰まってるんですよ。開けますね。お願いします。お、こんな風になっていて、何ですかこれ、ゴムみたいな。そうですね、あのさっきちょっとドライバーでサスペンションコアっていうのをお伝えしたと思うんですけども、はい、アイアンはこの振動吸収のポリマーがサスペンションコアの役割を果たしていて、これがあることで、まあ、反発をコントロールするんですよ。なので、まあ、これがあることで反発もコントロールできて打感もいいっていうような2つメリットがあるんですけど、はい、これがアイアン版のサスペンションコアになってます。でですね、今回このフェースがちょっとすごいんで見てください。すごいボコボコ。これこのボコボコのことを私たちこれディンプルって呼んでるんですけども、はい、ちょっとゴルフボールの会社なんで、はい、ゴルフボールつながりでこれディンプルフェースって名前つけてるんですね、はい、でこのそうなんです、このディンプルフェースがまあもともとフェースすごい高強度材で作ってるので、あの薄いんですよね。 1.9 ミリってすごく薄く作ってるんですけども、はい、ディンプルフェースの部分は 1.4 ミリってさらに薄くなっていて、うん、でこのディンプルフェースってしかもこの周辺に広がってますよね、うん、周辺に広がってるんでミスショットしてもしっかりたわんで飛んでくれますよっていう効果もあるんです。これはい、なんでちょっと芯を外した時でもしっかり飛びますよっていうのがこのディンプルフェースのメリットになります。だから結構ミスが少なく打てるっていうところではメリットになってるんですね。これが結構打った時にあの弾道安定すると思いますね。これ 1.9 ミリってさっきちょっとお伝えしたんですけど、はい、フェースの厚さ、はい、1.9 ミリって相当薄いんですね、うん、で普通にしてるとやっぱり反発が結構ルールオーバーになりかねないような薄さなんですけども、そこをこのサスペンションコアを充填することでコントロールしているっていうメリットがあります。でもう一つフェースすごく薄いので、これ薄くした分の重量をヘッドの方にヘッドの機能に回せるので重心を深くしたり低くしたりっていうことができて、まあ、今まであのロフトが28度なんですけどもしっかりボールが上がって止まるような設計もこれヘッドにも入れてます。へえ、アイアンの中身を見たことは。いや今びっくりして、このゴムが入ってるっていうのそうだろうみたいな。これはそうか、全部このそう鉄やと思ってたから、うんうん、ふにゃふにゃのやつがなんか入ってるって聞いてめっちゃびっくりしました。そうなんですよ、中身開けたら実はこのふにゃふにゃ入れてるんですよね。はい、そうなんです。そうなんや、ふにゃふにゃが入ってます。詳しくありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ちょっと打ってみたいと思います。あれ、木のとこ行った。西畑さん、JJR 使えるんじゃないですか。ね。よいしょ。うん、飛んでま
ますよね。今回の JGR 飛び系アイアンなんですけど、他の飛び系アイアンとどうです、違いますかね。あ、全然違いますね、うん、なんか前までの飛び系アイアンのイメージは、はい、結構ラフから止まりにくいだとか、うんうん、やっぱスピンがかかりにくいみたいなすごいイメージがあったんですけど、うん、今日使ってみて、うん、結構ラフの抜けもいいですし、うん、まあ、球がすごく高く上がるんで、はい、その分やっぱスピン量は多く出るんで、うん、全然イメージが変わりました。飛んで止まってますもんね。はい、はい、飛んだから、まあ、グリーンから外れて転がっていっちゃったとかはないです、ね、なさそうですね。キャリーがすごく飛んでますね。確かに、はい、プラス10ヤードぐらいすごい出てま す、ね、アイアンで。アイアンでやっぱ10飛ばせるって結構いいですよね。いや、すごいですね。私小6からアイアンの距離はずっと変わってないんで、それがいきなりクラブ変えただけで10ヤード伸びるって本当すごいことだと思います。すごい、はい、そうなんですね。皆さんもね、ぜひね打ってみてください。飛び方が違いますから、うん、もうラフなので、ラフ結構深いんで7番アイアンで手前のバンカーぐらいまで行ったらいいかなと思って行きます。木も邪魔ですね。あ、めっちゃ抜ける。普通にうまく打てすぎてバンカー入るんだけど。入っちゃったね。いや、普通に綺麗に当たりすぎて、いや、すごいですね。すごい綺麗に打てちゃった。なんでバンカーに入りました。ちょっと木が邪魔なんで低めで狙います。低めで、おー、よかった。ナイスです。すごいライン出しやすいです、はい、ヘッドが大きい分滑りやすいんで、普段使ったやつはこういうところで低い球を打とうとすると突っかかったりするんですけど、ヘッドが大きい分滑りやすいんで、その分抜けやすいんでいいと思います。いいかな。ありがとう。すごい、開かないで打ったんですよ。なんかバンカー専用に設計しているものなので、そういつものスイングで打ってもらって楽に上がりますよって先お伝えしたんです。そうなので、まあ、気にしないで開かずそのまま打ちました。距離だけしたらめっちゃ普通に、結構アゴ高いんですけど何も気にしないで上がってきました。ナイスアウトでした。すごいです。アイアンは構えた感じどうですか、はい、めっちゃ上がりやすそうです、うん、勝手にそう飛んでくれそうなんで、うんうんうん、すごい安心して打てます。へえ、はい、大きさとかはどうですか。そうですね、大きいんですけど、うん、全然気にならないですね、はい、大きい分、うん、やっぱりちゃんと距離が出そうっていうイメージです、はい、安心感あるし、あります、はい、構えやすいってことですね、はい、あ、そうです。8番、はい、いつもやったら7なんですけど、はい、さっきちょっと飛びすぎちゃったんで、見ていってみます。8で十分いきますね、うん、すごい。高さは8番通り、高さは、はい、いや、いつもより高く出てますね。だから結構上から落ちるんでスピンも効きやすいです。131、7番アイアンです。振りやすいです、本当に。何回も言うんですけど、なんか飛んでくれますね、勝手に。なので打たなきゃみたい なんかこう力みがなくなるから、すごいいいです、打ちやすいです。全然曲がんないですね。
はい、前半終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか？いや、めっちゃ良かったです。ですはい、もう打っててドライバーもすごい飛ぶし、うん、なんかアイアンもしっかり球上がってくれて止まるんで、すごい打ちやすかったです。なんか見ててもパーンってこう高い球が上がって、うん、はいはい、飛んでるなみたいなイメージはすごいありました、うん、初速がすごい速く出るイメージですね、うん、そうですよね、はい、なんかすごいアイアン良、うん、かった感じでしたけど、うんうん、あの JGR に変える可能性とかって あります。あります、はい、あります。おー、じゃあ今日シダ、はい、シダというかラウンドできて良、はい、かったです。特になんか夏場はすごい触れるんですけど、うん、冬とかやったら体がやっぱ止まっちゃうとかあるんで、はい、ああいう当たりやすいアイアンの方がやっぱりしっかり飛んでくれるんで、うん、なるほど、いいかなと思ってます。はい、じゃあちょっとこれを機に JGR も候補に入れて、はい、よろしくお願いします。頑張ります。はい、はい、まだあの後半もね、あのラウンドしていくんで、うん、はい、レポートしていきたいと思います。はい。